執行大し湯いはかつて大阪府大阪市港区に存在した娯楽施設。1914年8月、元大区である森口留吉によって執行をお橋の東南に建てられた温泉と海水プールを中心とした総合娯楽施設。この付近には以前海兵院、天保山遊園があったが執行をお橋の建設に伴い1902年に 閉鎖されていた。第一次世界大戦の不況の最中であるが、豊臣秀吉を尊敬する森口は、健康一滴で施設を建築した。1914年10月には隣に新館として、実行花壇を増設する。広さは3300平方メートル、30馬力のモーターで1日200万リットルの海水を汲み上げ、滝として落とすプール、清水、塩水。 温泉の3種類の浴槽があり、巨大な滝のあるプールや劇場、新館には百畳時期の大広間や入浴客の休憩室まで備えていた。開園当初の入場料は大人30銭、子供15銭であったが、1926年の段階で滝以外は大人20銭、子供10銭の低価格に変わった。実行お塩湯があったとされる、実行二丁目付近1 9 1九年に、 陸上安全大海水浴場が増築された。オープン8年後の1922年には、創業時の借材をすべて返済、再建者を新館に招いて、縁を実施した。1923年9月の関東大震災、発生後、赤一大阪市長の要請により被災者の受け入れ、収容施設として、無料開放されるとともに、新館を貸し事務所として寄付した。しかし、 1926年に神戸の松崎線に売却される。1934年9月、室戸台風の高潮被害により、オープンから20年で閉鎖となった。第二次世界大戦中、捕虜の収容所となる。2019年1月時点では、一般財団法人大阪公安福利厚生、協会の地区に住宅が跡地に所在する。 1914年8月建設審判には以下の施設があり、無料で利用できた。1919年建設のプール。背景に、便器で、富士山や白車聖章の風景が描かれていた。組み上げた海水を勢いをつけて、滝として流し落としていた。築光大道路開通。築光大三橋完成。大阪市電開通。大阪市。 2019年1月19日閲覧。橋爪深夜、大阪モダン、通天閣と新世界マイナス NTT 出版。1996年7月23日。P117 から 118.ISBN4 から871886239。橋爪深夜、人生は、博覧会日本欄会や、列伝小文社。2001年5月30日。 p208 から210。ISBN4 から794964897。1914年ちっこ尾大塩かい開業。大阪市。2019年1月19日閲覧。1914年ちっこ尾ゆかいよ大阪市。2019年1月19日閲覧。出版社不明。絵はがき大阪名所絵はがきに出版社、不明。 1921年1ページ。橋爪深夜、人生は、博覧会日本欄会や、列伝小文社。2001年5月30日、P208。ISBN4 から794964897。実行大塩ゆ大阪の起業家が起こした、対象のスーパー銭湯。ありがとうございます。